一緒に読んでみましょう。やってみよう、やってみよう。こちらの方へちょっと集まってください。それじゃあ皆さん、みんなで読んでみましょう。いいですか？1、2の3。大変そうで、臨前、臨前、バスデイモーデ、正面でかいほう。Hello?Do you remember this scene from a previous episode of Yan's story? This place where they practice singing also appeared in the episode we saw in the last program. Did you notice? Yeah, Yan-san の設計した家が建つのはめでたい。でも Yan-san が国へ帰っちゃうのは寂しいやな。そうそう、せっかく Yan-san と知り合いになれたのにな。本当、残念だよ。 Well,It's a public bath, sento in Japanese. There are fewer of these now than there used to be, but they're still quite popular. Some foreigners living in Japan like them too. え、本当ですか、ヤンさん。そいつはめでたいや。早速お祝いをしなくちゃいけませんね。みこちゃん。そうそう。これやらなくちゃ。Anyway.Do you remember this expression from the last program? Listen to how it was used in the scene at the sento. Yeah, Yan-san の設計した家が建つのはめでたい。でも Yan-san が国へ帰っちゃうのは寂しいやな。そうそう、せっかく Yan-san と知り合いになれたのにな。本当、残念だよ。ねえ、今度皆さんで僕の国へ遊びに来てくださいよ。そうすればまた会えますよ。あ、そうだ、そうだよ。今度みんなでヤンさんの国へ遊びに行きませんか？ええ、ぜひ皆さんで来てください。でも、私は外国旅行したことがありませんからね。それは私も外国旅行したことありませんよ。え、池内さんも外国へ行ったことがないの？うん、私も行ったことないもの。これじゃヤンさんとこ行くのは無理ですよ。これじゃヤンさんとこ行くのは無理ですよ。それじゃヤンさんとこ行くのは無理ですよ。 The man said 行くのは無理ですよ meaning it's impossible to go. In other words, go visit Yan in his home country. But why is he saying it's impossible? Let's find out.ヤンさんの設計した家が建つのはめでたい。でもヤンさんが国へ帰っちゃうのは寂しいやな。そうそう、せっかくヤンさんと知り合いになれたのにな。本当、残念だよ。ねえ、今度皆さんで僕の国へ遊びに来てくださいよ。そうすればまた会えますよ。あ、そうだ、そうだよ。今度みんなでヤンさんの国へ遊びに行きませんか？ええ、ぜひ皆さんで来てください。でも私は外国旅行したことがありませんからね。それは私も外国旅行したことありませんよ。私も外国旅行したことありませんよ。私も外国旅行したことありませんよ。外国旅行 means traveling abroad. But what is Ikeuchi-san saying about it? Let's watch once again.ねえ、今度皆さんで僕の国へ遊びに来てくださいよ。そうすればまた会えますよ。あ、そうだ、そうだよ。今度みんなでヤンさんの国へ遊びに行きませんか？ええ、ぜひ皆さんで来てください。でも、私は外国旅行したことがありませんからね。それは私も外国旅行したことありませんよ。私も外国旅行したことありませんよ。私も外国旅行したことありませんよ。Did you get it? When Yan invited them to come and visit him in his home country, all of them, including Ikeuchi-san, said they'd never traveled abroad before. 外国旅行をしたことはありません。ねえ、今度皆さんで僕の国へ遊びに来てくださいよ。そうすればまた会えますよ。あ、そうだ、そうだよ。今度みんなでヤンさんの国へ遊びに行きませんか？ええ、ぜひ皆さんで来てください。でも、
私は外国旅行をしたことがありませんからね。それは私も外国旅行したことありませんよ。え、池内さんも外国へ行ったことがないの？うん、私も行ったことないもの。それじゃヤンさんとこ行くのは無理ですよ。それじゃヤンさんとこ行くのは無理ですよ。 Because none of them had ever traveled abroad, the man said it wouldn't be possible to visit Yan in his home country.So today we'll see how to say that in the past you haven't done something. たことありません or that you have done something. たことあります。みなさん見てください。珍しい果物いろいろ持ってきましたよ。どれどれ。はい、ほらあ、これ知っていますか？あ、それライチでしょ。私食べたことあります。おお、あ、安藤さんはライチ食べたことありますか？ええ、食べたことあります。おお、それじゃこれはどうですか？ああ、マンゴーでしょ。これも食べたことあります。私も食べたことあります。じゃあこれはどうですか？食べたことありますか？これ何ですか？これはドリアンという果物です。これは食べたことありません。私も食べたことありません。児玉さんは？ああ、私も食べたことありませんあ、じゃあ食べてみませんか？あ、そうですね。じゃあ切ってみましょうかあ、じゃあこれちょっと、はい、さあ、よし、はい、じゃあお願いします、はい、よし、They've never had durian before, so they're surprised at this strong smell. I've never tried it either. 海野さんはこれ食べたことありますか？いいえ、実は私も食べたことありません。でもとてもおいしいそうですよ。さあ、はい、おいしい。おいしいですか？おいしい。 Well, I had never had durian before, but it's delicious. So, these expressions are useful in talking about your past experiences.Some variations of these are たことあるんです or たことないんです。いや、安藤さん上手ですね。いや、前に少し練習したことあるんです。あ、なるほど。それで行きます。安藤さん explained why he's quite good at tennis by saying 練習したことあるんです。 I practiced it before.